僕は今2つの、登山をしていて、自分自身のチャレンジで、もう一つは、今回ベーカーさんをサポートするように人の夢をサポートする登山、2つを今僕は持っていて、今回は 8000m を14座目指しているフィンランド人の、ベーカーさん、去年 8000m を2座一緒に登ってるんですけど、彼が 8000m 14座目、最後のファイナル、G1 ガッシャブルム1ですね。これは、パキスタンにある山です。こう登山隊ってやっぱり一人じゃできない、やっぱりチームがまとまって、それは人が多くても少なくても2人でも10人でも、だその助け合いが非常に僕は好き で、ベーカーもそれを僕に望んでくれたっていうのは非常に嬉しいですね。実際ベースキャンプまでは、何人かの、ヨーロッパ人とベースキャンプをシェアだとか取り金をシェアするんですけど、実際クライミングになった時っていうのは、ベーカーと、私、2人だけ、だいたい7月の中旬ぐらいが山頂に行くチャンスがだいたい1回目なんで、でそれに合わせて、高所順の体を慣らすような感じで下から徐々に上がっていくんですけど、天気、悪いことっていうのは非常に多くて、例えばパキスタンっていうのは1年いいシーズン、例えば去年とてもいいコンディションで登山することができて、でその次の年って比較的天気悪いんですよね。で今年なんかは特に悪いだろうって言われてる年で、その中でそのちっちゃなこうタイミング隙間をうまくついて登れるように体のコンディションだけは、7月の頭ぐらいには整えて、中旬に、1回チャンス目があればそこに、ピンポイントで行けるように、で悪ければ、下旬ぐらいに、もう1回チャンス、狙って多分ベースキャンプで待機することになると思います。例えば、僕はベーカーの多分、山頂に立って僕のカメラの前で彼が涙を流してくれたら僕は成功だと思う。というのは彼の弱いところも彼僕に見せてくれる、である意味僕の弱いところも彼は理解してくれる、お互いがその壁がなくなった時、もうすでに壁はないのかもしれないけど、でも実際、僕の前で弱さを見せてくれた時は僕は成功だなって思っています。行ってきます。